タニストルフェウスは中世代三畳紀中期に出現した爬虫類の絶滅した属。恐竜やワニなど主流類に近縁なプロラケルタモクに属する。属名のタンニストルフェウスとはラテン語で長い脊椎の胃。タニストルフェウスは1855年にポーランドで発掘された。ヨーロッパ各地で化石が発見されているが近年では中国でも 同種と見られる化石が発掘されている。全長の半分以上、3分の2近くが首であり、現在知られている古今の脊椎動物の中で、全長に対して首の長さが占める割合が最も大きい生物である。タニストルフェウスの全身骨格化石復元された、全身骨格全長は約6メートル。長い首は十個の椎骨で構成されている。このため、 椎骨の一つ一つが非常に長く、初めて発見された時は足の骨と間違えられたほどである。この長い首に柔軟性は乏しく、左右に振ることはある程度可能であったが、曲げ伸ばしはできなかったとされる。なお、この首の長さは物理学の法則下においてほぼ限界近くであるという。前肢は小さく華奢で、講師は長かった。 首の長さゆえ、陸上での歩行は得意でなかったであろう。高子単には、水かきがあったとも言われ、水中生活にある、程度適応していたとされる。長い湯を使って泳いだとされるが、やはり泳ぐのも得意でなかったという。おそらくはあまり泳がず皆そ底に足をつけて歩き、魚などを待ち伏せしていたのであろう。化石の示すところによれば、首は、幼体のうちは短く、 成長するにつれ長くなった。幼体のうちは陸上で生活し、成長すると水中で生活していたと見られる。長い首を使って魚を取って食べていたと考えられている。化石からカナヘビのように大地切れができることが判明した。ありがとうございます。